鹿児島市より NHK をぶっ壊す、今日が、3月の19日、23時45分に撮っております、最初西谷です。よろしくお願いします。今日はですね、この動画を見ていただいているあなたに一つちょっとお願いというかですね、させていただければと思います。誰でもですね、できるような簡単なことなので、もしですね、賛同していただければぜひご協力いただければと思います。はい、ですね、まずもう結論から言ってしまいますと、司法書士への委任状っていうのをカバンの中に入れといてほしいということです。まあ、なぜこういうことをですね、お願いしたいかと言いますと、今、私ですね、鹿児島市の方で、ポスティング、鹿児島市の全都配布すべての家とか部屋に、ポスティングをしましょうということをやっております。内容としてはですね、この A4 のチラシですね、こちら、街頭とかでも配ってるやつです。はい、で、この中でですね、受信料の、支払わない方法ということを、書いているんですけれども、最近かよまりの司法書士の方で、窓口を、委任して、で請求書もですね、NHK からもう直接視聴者の方じゃなくて、浅木司法書士事務所の方に届くようになりますし、集金人の窓口も、視聴者の方ではなくて、浅木司法書士事務所の方に、NHK の集金人の問い合わせっていうのも、行くようになるっていうのもですね、サービスの方を、始めました。で、そのためにはですね、ちょっと動画説明欄の方にその PDF のリンクの方も貼っておくんですけれども、こちらのですね、委任状、こちら、こちらを、送っていただく必要があります。これには、委任者の住所、名前、電話番号、で、ここにちょっと、薄いんですけど、印鑑って書いてて、こちらを書いていただいて、この委任状と NHK からの請求書と、身分証明書の写し、免許証だったりとかパスポートだったりとかですね、このコピーっていうのをこの、浅薙司法書士事務所、東京都千代田区、永田町1丁目こちらの方に送ってくださいっていう案内と、この委任状2枚ですね。これを、例えばですね、こういう、クリアファイルとかですね、入れておけばバラバラにもなりませんし、カバンとかに入れてても、そんなかさばるものでもないので、そんなに邪魔にもならないと思います。はい。じゃあ、ごめんなさい。で、これ、なんでこういうお願いをしてるかということなんですけれども、今日ですね、さっき言ったみたいにポスティングの方、しておりまして、昨日、先週ですね、先週の水曜日、木曜日で、8万世帯に、で、今週、昨日、今日でまた8万世帯、配らせてもらってます。で、その中で、今日電話での問い合わせっていうのが13件ありました。ちょっと昼間は仕事をしていたので、お昼だったりとか仕事が終わった後に折り返しの方をさせていただいたんですけれども、その中でですね、やっぱり6割から7割近くまでがやっぱり高齢の方なんです。で、チラシを見て、NHK に払わなくてもいいっていう稼働を書いてたけれども、大丈夫なんですかとかですね、何年も払ってなくて、もう十何万っていう請求が届いてるんですけれども、本当に不払いできるんですかとかですね、集金人がもうよく来て、怖いんですけど、どうにかなりませんかとかですね。高齢者の方、特にインターネットとかをですねされてない方が、結構やっぱり多いです。このポスティングをされたですね、このチラシっていうのでやっぱ電話をしてくる方はそういう方が多いので、やっぱりインターネットとかを全くやってないので、YouTube の動画とかも見てないですし、こういうですね、委任状、 N 国がこういうことをやってますよっていうことも知らないですし、実際これやってても、
インターネットから開いてプリントアウトしてくださいとかっていうのもできないので、昨日と今日でこの問い合わせのあった方でですね、この司法書士に委任するという方法を説明して、もうぜひやりたいですって言った方にですね、もう車で直接この委任状っていうのを、届けて昨日と今日来ました。でやっぱりですね、届けると本当に助かりますっていうことで喜んでいただけますので、でまあただ私一人でやるのもですね、結構やっぱり限界というか、できるのに限りがありますので、なんでじゃあこれを、あなたのカバンの中に入れておいてもらえませんかっていうところで言うと、もしですね、話の中で NHK 不払いしてるとか、もう払いたくないとかっていう人がいるんであれば、こういうのをですね、紹介してもらって、そうすればですね、その紹介された不払いしたいっていう人、もしくは不払いして NHK の集金人が定期的に来てるって困っている人っていうのも助かりますし、であなたもですね、いいことをしたっていうことで気持ち的に嬉しくなれると思いますし、私もですね、紹介したこういうことをお願いできませんかっていうことを言った立場としては、一人でもですね、多くの方がそれで救われるんだったらありがたいですし、で NHK から国民を守る党としてもですね、こういう請求書がですね、数多く集まれば、どれぐらいの方が時効の5年っていうのを過ぎても、その5年以上の金額で請求されているのかっていうデータを今取っている段階でもありますので、多くの請求書が集まればですね、そのデータ、より信憑性が増す、正確性が増すデータを持って NHK に質問をしたりですね、国会とかでもですね、そういうののデータとして使うことができますので、ぜひ本当にですね、PDF これプリントアウトすると2枚です。この案内ですね、どういうふうに手順してくださいねとか、送り先が書いているこの、用紙と、この実際の委任状ですね、この2枚を印刷して本当にカバンの中に入れておいていただく、本当それだけで、自分からこういうのがあるよっていうことを別に言わなくても、なんか話の中でなんかそういう話題になって、なんか困ってるんだなっていうのがあれば、こういうのを今やってるよっていうことを渡して案内してもらえれば大丈夫なので、ぜひご協力をですね、いただけるんであれば嬉しく思います。はい、で、動画説明欄、さっき言った通りリンクの方貼っておきますし、あと立花投手のですね、動画の方も案内をしている動画の方も説明欄の方に貼っておきますので、もし詳しく内容っていうのをちょっと知りたいという方は、その立花投手の動画の方も見ていただければ嬉しく思います。はい、で、私 の, チャンネルでは、NHK 問題だったりとか、政治の話題で、あとお金の話題や鹿児島の話題っていうのを、定期的に発信していきます。この動画を見てですね、いいなと思って、よかったと思っていただければいいねボタンを、でまた追加のですね、動画も見てみようって思っていただけるんであれば、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。では、鹿児島市より NHK をぶっ壊す。